りたいよ。あやちゃんたら、撮影の後お参りするのずっと楽しみにしていたのに。だって雑誌の撮影中は暖かかったですから、余計に寒く感じますよね。でしたら一緒に羽根つきをやりましょう。寒い時は体を動かせば暖かくなります。いいねいいね。じゃあ参拝の後やろう。あ、羽根つきの道具も買わないと。ひなさん、ご安心ください。羽根つきセットはここにあります。あ、羽子板だ。富士山とナスの絵が描いてある。こちらは鷹の絵が描いてあります。縁起がいいですね。ずいぶんイブちゃんの荷物が大きいと思ったら、そんなものを。イブちゃんナイス。年明けから100点あげちゃうよ。ありがとうございます。あ、あとちゃんと炭を持ってきたんです。炭？負けた人の顔に炭で落書きをするんです。これも大和なでしこのたしなみだと聞きました。さすがイブちゃん、準備万端。やっぱ120点あげちゃう。これは絶対に負けられませんね。みんなの顔真っ黒にしちゃうよ。あやちゃん覚悟。ひなちゃん、ちょっと手加減してね。お願い。ねえねえ、お参りが終わったら屋台で何か食べない？賛成です。さっきからすごくいい匂いが漂ってきて、私も気になっていたんです。お焼きに焼きそば。あ、向こうにフルーツ飴もあるみたいですよ。あ、ロングポテト発見。大盛りで頼んじゃおっと。あと、お好み焼きとチョコバナナも外せないよね。もう、ひなちゃん、明日も撮影なんだからあまり食べ過ぎてはダメよ。大丈夫だって。ね、あやちゃん。あやちゃん、手を空に上げて何をしているの？これはこの前神社がパワースポットってテレビで言ってたから、こうやればパワーが集まるかなと思って。パワーが？うん、それでもっとたくさんの人に元気を届けられる素敵なアイドルになれたらいいなって。はい、きっとなれると思います。あやさん、私もご一緒させてください。皆さんも一緒にやりましょう。いいねいいね。やっちゃおっか。ほら、ちさとちゃんとまやちゃんも。まったく今年も賑やかになりそうね。